天命の警備部隊として忙しくなりますが、明日、いえ、もう今日ですね。今日の仕事はそう多くはないようです。町の雰囲気を味わえるようにと、皆さんが夜に休みをくれたのですが、館長、その頃お時間はありませんか？新年といえば、いつも計画を立ててしまいます。例えば毎月本を一冊読むとか、春が来る前に百合に肥料を与えるとか。ところで館長、新年の計画はありませんか？どうしても達成したい目標、もしくは絶対にやり遂げたいことは？後で時間がありましたらメールで教えてください。チェックし合いましょう。生活も勉強も仕事も努力が必要ですが、楽しく自分を充実させることができるなら、そうしない理由はないでしょ。あ、夜の時間を確保するために急いで休みましょう。起きたら仕事を片付けないとですね。では最後にもう一度、明けましておめでとうございます。新たな一年、館長のすべてが順調に進み、毎日楽しく過ごせますように。ビアンカ・アタジナより。ビアンカ様はいつもこうっしょ。誕生日は適当に書いた、大事じゃないだなんておバカなことを言うんだから。冗談じゃないっしょ。毎年人よりケーキが1個少なくなるとか許せないっしょ。覚えておいて館長、彼女はチョコ味が好きっしょ。量はそう多くなくていいから、周りの人と一気に食べるぐらいがちょうどいいっしょ。メールにハッキングしたデュラより。